はい、こんにちは。今回は、ブループリント間の通信の一覧を、ツイッター上でこれでいいんでしょうかという感じで聞いたところ、意見がいただけたので、いつもの素人が一人ごと喋っているより、かなり有益なコメントの紹介と解説をしたいと思います。えツイートの動画仕様に快諾いただきありがとうございます。まず、常吉成功さんから、読み方間違ってたらすいません。アプライダメージは数字以外も送れるよという内容で、 これがどういうことか細かく見ていきましょうノードを確認してみるとダメージ自体このシンプルなアプライダメージ以外にポイントダメージとラディアルダメージまあラディアルダメージになんかフォールオフっていうやつもあったりしますこれに関しては、まあ、アプライダメこのシンプルなの以外は使ったことがないのでどうなんですかねグレグレネードとかだとラディアルダメージとかポイントポイントって何に使うんですかね まあないろいろ使い方があるみたいなんですけど、まあ、あとこのピンの数を見ただけでも数字以外も遅れるっていうのはまあ言,わ言わずもがな的な話なんですけどで、まあ、実際使うとなるとどうやって使うのっていう感じで、まあ、この細かい話はドキュメントを見ないといけないかなっていう感じなんですけど、まあ、今回に関しては、まあ、ちょっとこっちのいっぱいあるやつに関しては。 ちょっと僕の方があんまり把握できてないので置いといて今回はこの、まあ、指摘もあったこのダメージタイプ、まあ、ここを少しだけ掘り下げてみたいなと思いますでこのダメージタイプに関してはもともと何かしらこうダメージタイプとダメージタイプ BP エンバイロメンタルっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとまあこの辺どうやって引っ張り出すのかがよくわからないのでホルダー空のホルダーのところで右クリックをして ブループリントクラスでダメージタイプダメージで検索かけるとダメージタイプって出てくるのでこれを選択した状態で名前を BP アンダーバーダメージタイプにしましょうかダメージタイプって感じですねこれをダブルクリックで開くとこのアイコンもゲームインスタンスとかセーブゲームとかに近い感じなのかなっていう気がするんですけど、まあ、関数とか変数を持たせることができる オブジェクトが、まあ、こここでで作られるって感じですねで、まあこのダメージタイプに、まあ、いくつか変数を持たせたりとか、まあ、なんかよくやってるのはこのテキストにしてメッセージメッセージにコンパイルしてニューバリューのところになんか暑いとか暑いとか寒いとかしびれるしびれるとかなんかコメントコメントというかえっ、ー、と なんか送りたい文字を送ったりとか、まあ、ダメージ以外の数値的なものを送ったりとかいろんなものを持たせてる人を見たことがあるんですけど多分実際どうなんですかねあまりこの辺細かいところまでどう使われているかは把握してないんですけどまあとりあえず言えるのはここに変数を持たせて送ることができそうだなっていうのは、まあ、これを見ただけでもわかるんですけど ま関数とかもいけるし、イベントディスパッチャーとか、ブループリントインターフェースも、まあ、ここに実装させればいけるっていう感じですよね。まあ、基本はこの変数を、まあ、ダメージを与えた相手に渡すっていうのが基本なのかなとりあえず今回はこの変数を持てるっていうところと、あとは、このダメージ、ダメ、ダメージ、イベントエニーダメージから、これ、これに来ちゃったか。 ま、一回、じゃあ、これも使うか。えっ、ー、と、この、イベントエニーダメージを使って、ダメージが来たら、ダメージタイプのところから、まあ、この辺もなんか呼び出し方、どうなんですかね、ブループリントインターフェースから読んでるような人も見たことがあるんですけど、BP、アンダーバー、キャストトゥ、BP ダメージ。なんか、簡易的に呼ぶんだとしたら、ダメージを与えて、ダメージタイプが、 特定のものだったらっていう感じでさっきこう変数とかを作ったんで、まあ、ここなんかを何でしたっけババリューゲットゲットニューバリューこっちで作ったのがまあニューバリューゼロなんで、まあ、ゲットニューバリューとか、まあ、セットニューバリューもできるんですよね多分セットニューバリュー、まあ、セットもらったものに対してセットする 意味あんまない気がしますけど、まあ変数をここで持ってくるっていうことをまあキャストだったり、まあ、ブループリントインターフェースだったりっていう形でもうここから引っ張ってくるみたいなことが、まあ、できるってことでい,いいのかなって思ってるんですけどど,どうですかねこういうことですかね <laughs>、まあ。特定のダメージの場合に特定の、まあ、変数を渡したいっていう時に使うのかなっていう。 感じですね一応送ろうと思えば送れるかなっていう感じですけどこのアプライダメージのところに BP ダメージタイプっていう形でダメージタイプを指定してそのダメージを食らった側がこのダメージタイプを参照してそうであれば変数を持ってくる合っているとかそういう感じですよね。まあ、ダメージタイプ以外にもここに、まあ、オブジェクトリファレンス系のその 青,青ピンはオブジェクトえっ、ー、と、アクターとかなんかその、オブジェクトを送れるやつなんで、まあ、例えばなんかこうセルフ、セルフ、セルフ、セルフとかってやると、実際にダメージを引き起こしたアクターっていう形で、まあ、自分が、まあ、こ、ここ、このダメージコ,コーサー、ダメージコー,ーでいいのか、まあ、これ、例えばこういう感じでセルフってやったら、 まあここから取れるものはセルフで送ったアクターの分身みたいなものが送れるっていう感じですよねまああんまりこのダメージタイプをちゃんと触ってないのでうまく説明できないですけどそんな感じって感じですかね <laughs> ダメージダメージタイプを送るためには、まあ、1個1個というかまあダメージタイプを用意してここにセットしてでそのセットされた変数とかを まあ、読んでくることができるかなっていう感じですね。でまあこれに関してもまあ呼ぶ読む時にキャストだったりブループリントインターフェースだったりっていう形をかませる感じみたいなので、まあ、特定のダメージタイプに対して何かをやりたい時に使うって感じですかね。まあ、なんか違,違うよっていう話があったらちょっとコメントしてもらえればなと思います。 ということで、えっと、アップライダメージで数値しか送れないっていうのは、まあ、まあ言いすぎ、言いすぎというか、まあさすがにそこまで言い切ると突っ込みが入るわっていう状態ですねっていう感じですね。ダメージタイプ、結局、昔、昔というかその、何も知らない時にこう、設定しても使い方が全然わかんなかったんで、見え、見えないことにしてたんですけどね。<laughs> 見え,見えなないいいいことににしているわけにはいかないですよね説明する場合はね。って感じではい勉強になりました。常吉成功様ありがとうございました。って感じでもう一つのコメントに行きましょう次にナさんから頂い,いたコメントで「Get All Actor of Class」は最後の手段なのであまり気軽に使うような書き方をすべきではないという意見ですかね。これに関しては、まあ キャストを避ける方法みたいな形でここを何回かやってきたんですけど、まあ、その中でもゲット・オール・アクター・オブ・クラスに関しては正しい説明ではないかもしれないですけどキャストの親玉みたいな親玉親玉というかまあキャストの塊みたいな複数のキャストをいっぺんに持つっていう形になるのででしかもまあその中で特定のものに何かしたいってなるとこうフォー・イーチ・ループでこう分岐させる必要があって でまあ、ブループリントと C++ の話題になるときに、まあ、特にこの r e a c h ループっていうのが C++ でやった方がいい要素だったりもするので、まあ、これだけ見ても、まあ、どうしてもという場面以外では使うべきではないかなっていうのはまあ理解しやすいかなっていう組み合わせだったりしますね。この辺に関しては僕はほとんどあんまり使ったことがないので実使ったことがないというかまあ 実践でで、使ってないのでこの辺はまあこうなのかなみたいなことしか言えなかったんですけど、まあ、実際の現場で作業している方々の意見で、まあ、この辺は最終手段だっていう言葉が聞けるのはとてもありがたいなと思いますコメントの続きの、まあ、キャストのオブジェクトのつなぎ方としては、まあ、ゲットゲットプレイヤーゲットプレイヤー、まあ、キャラクターとか、まあ、コントローラーとか ポーンとかあるんですけどよく見るのはまあキャラクターで使ってる作ってる場合はキャラクターでやってる場合もいいかなっていう感じですけどねどっちでもなんか今のところキャラクターで作っててもポーンで持ってこれるしっていう感じでどっちがいいのかいまいち分かってないんですけどゲットプレイヤー系でまあこのゲットオールアクターオブクラスをまああんまりこう気軽に使う使ってほしくないっていう流れでのこの まあどうしても特定のオブジェクトを呼んできたいんだったらこういうプレイヤーキャラクターゲットプレイヤー的な呼び出し方をすれば、まあ、特定のオブジェクトを読んでこれるしあとはオーバーラップオーバーラップこれ使いましょうかオーバーラップ、まあ、オーバーラップしたものに対して割り当てることができるっていう、まあ、ゲットールアクターオブクラスの場合はこれ1個に対して これ、まあ、たくさんあったら、まあ、何十個っていう単位でいっぺんに呼び出してしまうので、まあ、それに比べれば普通のこのキャストの方が全然こっちの方がいいわっていう感じっていう話ですねこのゲットプレイヤーでオブジェクトを指定したりオーバーラップで指定したりっていうで、まあ、この辺に関しては、まあ、よくチュートリアルでも、まあ、こういう形で使うことが多いので基本なんだろうなっていう部分ではそうなんですけどまああれですよね おそらくこの辺も仕事の現場でもこの辺がベースで組みつつこういう形で組めない時はまあいろんな方法をっていう形で、まあ、基本はこう,こういう形で組んでいくっていうコメントをいただけたっていう形で、まあ、こういうのはあれですよね素人考えでなんとなくこうじゃないかああじゃないかって自分が独り言を言ってるより、まあ、実際の現場で使っている方々の意見が聞けるのはとてもありがたいですって形で。 なんさん、ありがとうございました。3つ目のコメントが、ゆうと稲城さんのコメントで、ちょっと多いので1個ずつ確認してみましょうか。オブジェクト変数を公開してプロパティからセット。これどういうことかチェックしてみましょう。この変数を公開にしてプロパティからセットっていうのを、まあ、この飛んでいる定位が、まあ、いつもプレイヤーを追っかけているんですけど、この横を歩いている定位に、右側の定位に追従するというか追っかける、 設定にする方法でちょっと試してみたいと思います。で、えっと、このホーミング作ったこの組み合わせなんですけど、まあ、ここを、まあ、これじゃなく変数変数を新規作成で名前何でしょうかテイレフにしましょうかテイレフこのテイレフを変数の型に対して 定位,定位で検索すると、まあ、この2つの定位が出てくるんですけど上の方のオブジェクトリファレンスを選んで,でこのインスタンス編集可能にチェックを入れてコンパイルして保存でこの定位レフをゲットで呼んできてこれの中身のカプセルをこれかなこういう風に設定をしてちょっとまあ位置関係が あんまり綺麗じゃないですけど、この,ままの状態でセットをしてとその状態でこの飛んでいるテイに対してこのテイテイレフテイレフっていう変数がまあ公開にしたので見えるようになっていて、まあ、ここに対してこのスポイトでこの右側のテイをクリックすると、まあ、このテイですよっていうのが指定されるのでこの状態で保存をして プレイをすると、いつもはプレイヤーに追従してたテイが、えー、と右側の歩いてる、えーとまあ、どっちがテイだっていうのがあれですけど、まあ、ここに追従していくっていう形にできるっていう話をゆうと稲城さんがこのオブジェクト変数を公開にしてプロパティセットから指定するっていう。 まあこれもまあ一種のブループリント通信なのかなっていう話ですね。こうなんかたまに何回か動画のチュートリアルでこういう使い方を見たことはあるんですけどなんかあんまり自分で使う機会はなかったですね。あとどういう場面で使うのがいいのかいまいちよく把握できてないっていう形でこれに関してはよくこう変数変数にする場合手、手、てい t o b p っていう形で、まあ、なんかここ今オブジェクトピンが入ってないんであれですけど割とこうビギンプレイのところでまず呼んで変数に昇格っていう形で、まあ、こういうものを呼んで使うことが多いかなっていう気がするんですけど基本的にこのキャストと同,同等の扱いなのであんまり この今までのここ何回かの流れでキャストを使わないようにしたいっていう流れだとするとこれもキャストみたいなものだよねっていう感じなのでまあただこういう使い方をすれば前回そのこのオブジェクトを指定できないっていうレベルブループリントだったら指定できるけどブループリント間でのやり取りでは指定がしづらいっていうところを まあこの変数の公開っていう扱いであればこいつだっていう指定ができるので、まあ、そういう場面に使うって感じですかねで、えー、とコメントの続きは、えー、とダメージタイプっていうことで、まあ、やっぱりそこは気になるところみたいですねすいませんでコメントの続きとしてレイキャストっていうところでレイキャストはおそらくトレースチャンネル まこの緑色赤赤、赤と緑色の、まあ、これはマルチトレースなんですけど、まあ、シングルトレースも含め、レイキャスト、トレースチャンネルを使って引っかかったものに対して何かするっていう、レイキャストに引っかかったものにダメージを与えたりとかっていう形なのかなっていう感じですかね。で、えっ、ー、と、アクター生成時に変数化。まあ、これ多分アクターのスポンジに 変数にしておくことで、まあ、それをまあ後々調整というかまあデストロイとかするためにって感じですかねこのプレイヤーだとしたらプレイヤーのこれですかねこのスポーンアクターこれはまあ弾ですけどこのプレイヤーのプレイヤーっていうかそのスポーンした、えー、とものに対して変数に昇格っていう形にすると、まあ、これちゃんと名前付けた方がいいと思うんですけど pp プロジェクタイルレフまあスポンジに変数化することによって、まあ、どっかすっ飛んでった時にすっ飛んでった時というかまあ自分がうかがい知れないような状態になった時に、まあ、これを呼んできて、まあ、これに対してデストロイとか、まあ、特定の関数をん呼んできたりとかこういうこれは確かにあれですね通信っていう感じですね。 通信というか、発生したものに対して、えっ、ー、と、何かしたい場合は、こスポーンアクターに対しては、基本的には、まあ何かしらこう変数として持っていた方が、まあ細かい処理をしたい場合は、その方がいいなっていう感じですね。まあこのスポーンアクターの他にもよくあるのは、あれ、ここになかったっけあの、ハット、クリエイト、ウィジェットを作成から、 まあなんか、ウィジェットを指定して、アドトゥビューポートってこう、なんか画面、画面の装飾というか、画面に乗っける絵を出すと思うんですけど、これに対しても、ここに変数を昇格ってやって、持っておくことによって、持っておくことによって、 まあこの newValue っていうのを呼んで、まあ、これに対して remove? どれだっけこの removeFromParent。これを消すときに、今までの動画だと rem remove、removeAllWidget とかっていうのを動画上で昔使ったことがあると思うんですけど、まあ、これの場合、画面にあるウィジェットが全部見えなくなるっていう形なんですけど、まあ、こういう変数化しておくと、 まあこの特定のウィジェットだけを非表示リムーブするっていうことができるっていう感じですかね。で、えー、と最後のコメントのレベルブループリント上であれば、まあ、何でもやり放題っていうレベルブループリント上であればこのアクターに対して何かしたい場合そのアクターを選んだ状態で右クリックしてこの上から3番目くらいにあるリファレンスを作成ってやって まあそうしたらもうこれ,これがもう確定でこのオブジェクトに対してまあ関数を呼ぶこともできるしまあ何でもできるっていう感じですよねでまあこの間のプチカンなんかでシューティングゲーム作った時の感じだとほ,ほとんどこういう形で使ってますねこういう形で、まあ、キャストとかキャストっていうかそのブループリントインターフェースとかはあんまり把握できてなかったんでもう全部全部こうやってましたね <laughs> 何でもかんでものレベルブループリントに引っ張ってきてまあ時間経過で消したりダメージで消したりとかなんかやってましたねまあなんか手っ取り早く組みたい時にはもうブループリント上ブルプリンレベルブループリント上でやってしまうのができちゃうっていう感じなんですよねレベルブループリント上だったらただまあ処理負荷的なことを考えると、まあ、これもまあね今まで極力使わないようと 使わないようにしているキャストで呼んでるようなもんだったりするんで実際問題こういう組み方をしても、まあ、動かすハードでも問題がなければ、まあ、急ぎだったら全然問題ないんですよただまあちょっとでも負荷を減らしたいであったりとか、まあ、大規模なプロジェクトで部品を作ってる時なんかにこういうふうにするとちょっとちょっとって感じで呼び出しがかかるかもしれません <laughs> で。えーというと うとし稲城さんに関してはこのレベルプルフィリント上では、まあ、こういうのすら置かないっていう方針みたいですね、うんまあ、こ,このゴミはさすがに捨てていいかなっていう感じですけどまああとこっちの TIC とかオーバーラップとか、まあ、この辺こういう半透明のやつってどうしたらいいのか初心者というか始めたての頃どうしようかなっていう感じになると思うんですけど単純にこれがあるかどうかで処理が重くなったり っていうことは、まあ、少なくともパッケージの段階ではないみたいなので、まあ、消すかどうかはお好みでという感じになると思いますって感じですかね今回はコメントを3つほど紹介させていただきました皆様、えー、と貴重なご意見ありがとうございましたで今回のコメントを元に修正するとしたら、まあ、全部反映できてないかもしれないですけどこんな感じですかね まキャストの項目にはリファレンス変数も入れておいた方がいいかなと思いました。GetAllActorOfClass に関しては最後の手段と知った上で使う場合は自己責任でどうぞという感じで赤字で注意書きしておいてイベントディスパッチャーとブループリントインターフェースはま厳密には送る側も受ける側もいけるんでまあ主にという文字を付け加えて アプライダメージのダメージタイプは使う機会がどのくらいあるのかがちょっと自分で把握できていないので一文、まあ、付け足すくらいにしておきました知識がもっと含まってきたらまた改定していきたいと思いますという感じでブループリントインターフェイスの説明をしようと思ったら予定よりだいぶ長々と複数の動画を作りましたが2個前の動画などでブループリントインターフェイスの怖い部分を見て使うのをやめようかと思う方がいたら 一度こちらの動画を見て考えてみてください。アンリアルフェス2015大阪で2015年のアルウェイ先生がこの動画では不可ではなく依存関係っていうところにフォーカスしてキャストで組むよりインターフェースで組む方がいいという話を52分くらいから話しているので見てみるといいかなと思います。キャストの重さに関して明確に話している動画をまあ今でも探している感じなんですけどなんかまあ 見た後記憶してるんですがなかなか見つからずにっていう感じなのでもし発見した人いたらご連絡お待ちしてます次の動画はテイのダメージ処理を組んでいきたいと思います次回もよろしくお願いします